住まい北山博光、6月7日、ジャニーズ退場発表へ、市滝沢秀明氏と交わした5年前の誓い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月2日、元 V6 の三宅県43がジャニーズ事務所を退場。同22日には平野市耀26。 神宮寺ゆうた25、岸ユう二27、ガキ、NG、N、G、アンドスから脱退。平野と神宮寺は同日に事務所からも退場した。さらに同25日にはジャニーズ JR、内ユニット一ッパーチト・ r s のメンバー7人全員が退場するなど、ジャニー北川氏。 去年87の課題問題が問題視されるとともに退場者も続出しており、揺れに揺れているジャニーズ事務所。これに続くのが敬愛2の北山博光さん、37だと言われていますよね。芸能プロ関係者。2022年秋から何度も事務所と退場について相談していた。と4月26日配信のふみはるオンラインに報じられ、 退所が確実視されている北山。近畿 KDS の堂本光一さん44が主演。北山さんがライバル役で出演した舞台、エンドラスショックとスピンオフ、エンドラスショックアターナルが5月31日に先週楽を迎えました。大きな仕事が一旦落ち着いたこともあるのでしょう。少し間を置いて、6月7日にも、 北山さんのジャニーズ事務所からの退除が発表される、と聞こえてきています。現在、最終調整中だという話ですね。全能。資格ナンバーワン芸人も見守った北山の最後の有志5月28日、10万円でできるかな、テレビ朝日系、などで共演し、関係が深いサンドウィッチマンの伊達美希夫、48。 ととみさわたけし49が今回の北山の舞台を感激したとそれぞれブログで報告。感激後は東京表参道ヒルズに移動して同じくキスマイの千賀県営32の個展フィング・ギャイ・サムも楽しんだという。メンバーの宮田都志也34は一人で5月17日と22日公演会を感激したことを朝です。 K.B.C. で報告。同30日の公演は藤ヶ谷多保35、玉森祐太33、千賀の3人も感激していたことがファンに目撃されている。二階堂講師さん32は毎年必ずショックを感激しているという話があるため、 気づかれていないだけで、すでに見ている説と千集落での感激説がファンの間で有力視されているみたいですね。信仰の深いサンドイッチマン、キスマイメンバーが北山さんの最後の勇姿を見守ったということなのではないでしょうか。北山さんは約一週間後に退場を発表すると見られていますが、実際に退場するのはもう少し先になるとも言われています。 5月に新 CM の放送が始まったばかりですし、そのあたりも含め最終調整が進められているのではないでしょうか。前での芸能プロ関係者。キスマイ全員が出演する講和株式会社、うな講和エースの新 CM が5月16日より全国でオンエアされている。そして退場後北山さんは敬愛する滝沢秀明。 341と合流する可能性が有力視されていますよ。ネゼンド四角キスマイ北山は滝沢イズムの継承者。滝沢氏は2022年10月、ジャニーズ事務所の副社長を退任し、同社から退場。 今年3月には自身が取締役を務める株式会社トベの設立を発表し、東京と大阪でオーディションを開催したことも明らかになっている。そんな滝沢市と北山は以前から親交が深かった。二人は2004年に始まった舞台ドリームボーイズで共演した際に連絡先を交換し、以降はプライベートで食事や旅行に行く中に、 滝沢氏は北山を可愛がる理由を生意気だからだよとし好きな後輩についてやらかす感じがいい。偉い人、先輩の前になるといい子になる子よりも相手が誰だろうとぶれないというかとも評価。特に手を焼いた後輩はという質問にも北山の名前を挙げていた。スマップが解散し嵐が活動休止を発表した当時。 北山はグループの垣根を越えてジャニーズ事務所内でも存在感を増し、滝沢イズムの継承者になったとも言われたほどだ。 四角五年前にタッキーに誓った約束、滝沢氏がタレント業を引退してジャニーズアイランド社長に就任する直前の2018年12月、ラジオ番組、タッキーの滝沢電波場、日本放送にゲスト出演していた北山は4枚半ばにわたり、滝沢氏に対する感謝の手紙を読み上げた。北山は滝沢氏を通して最高のマネジメントとは、 きっと尊敬されること、この人のために何ができるだろう、どうしたらこの人が喜んでくれるだろうと、動けるように育てていくこと、と学んだとし、最後には、もし何かあったら、何でも言ってきてください。すぐに飛んでいきます、と締めくくった。滝沢さんが、新会社飛べ、のアーティストのお披露目をするとされる来春のドーム公演にも、 北山さんはすぐに飛んでいくつもりなのではないでしょうか。前での芸能プロ関係者。四角タッキーズ事務所のお披露目公演に北山も参加 ?5 月25日発売の女性セブン小学館によると、滝沢氏が社長を務めたジャニーズアイランドの元関係者、ジャニーズ JR のダンスを指導していた振付師も飛べノーオーディションに参加しているという。 そして5月2日に退場したばかりの名優である三宅、同25日に退場したイムパクト ORS も名前を変えて、飛べに合流する可能性もあるとされる。さらに滝沢氏は大阪や福岡などの複数のドームを抑え、来春にも所属アーティストのお披露目を兼ねた大規模イベントを開催するのではないかとも記事では伝えていた。三宅さんと 共に北山さんも出役ではなく演出などの裏方として滝沢さんに協力するのではないかとも囁かれています。男性アイドルグループのドームイベントを開催すれば、ジャニーズ事務所と真っ向から対立する形とはなりますが、ジャニー氏の闇が問題視される今、同社の力は急速に弱まっていますし、さらなる退場者も出てくる可能性もある。 表だってではないでしょうが、三宅さんや北山さんのように、飛べ、2合流するタレントも続出する、そういう展開もありそうですよね。約5年前に手紙で誓った、もし何かあったら、何でも言ってきてください。すぐに飛んでいきますを、いよいよ実現する日が来るのではないでしょうか。全能。恩師の元へ。北山がジャニーズを離れる日は近いようだ。 近く、エプロン姿もかっこいい。北山博光、本格カレー作り直後の顔面ドアップショット。北山が退場を決めたのは、ドラマや映画などのオファーが途切れない藤ヶ谷や玉森との仕事格差に不満を抱いていたからだとも囁かれている。